おー、なになにそれ、あー、輪投げだ。うわー、いいな。やばー、楽しい。うわー、惜しい惜しい。皆さんこんにちは、みこチャンネルのラジです。ポグです。ゆうです。こんにちは。こんにちは。疲れてる、うん、川に行って疲れてる。特にあなた疲れてるじゃあそんなあなたたちに、疲れてるあなたたちに今日はハッピーセットを食べて元気になってもらいますよ。イエーイ。はい、今日はね、ポケモンとコラボして4種類全部当たるかな。そう、もうね、前回はママたちはあのハッピーセット、スーパーマリオブラザーズ、いや楽しかった。もうね、そうで、だしその次にゲームのキャラクターで好きなのはってやっぱポケモンですよ。ママはポケモン GO をやって、まあ、ジョージとチク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 毎日やってんだけど、これがね、コラボ来たんですよ。こんな夢のことありますかって感じなんで、今日ね、ニコイチチャンネル全部当たるかなと思ってちょっとね、4種類買ったんで早速開けてみましょう。じゃじゃん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 、なんでかわかんないけど4種類買いました。イエーイ。さあ、第1弾はまず4種類出るんですよ。なので今日は4種類買ったんで、まあ運が良ければ4種類全部1種類ずつ欲しい、願いを込める、なんか全てが OK なんかなので、かぶってんじゃないかなと内心ドキドキするけども、ちょっと開ける前にちょっとね、すげえ喉乾いたんで、ちょっとつまみながら食べてみましょうか。はい、いただきます。いただきます。さっぱりする、さっぱりするでしょ。もうね、ちょっとね、今日、みこチャンネル、若干こう疲れ気味って言ったら川遊びしてきてね、すげえ疲れたんだよね。だからでも、やっぱりマクドナルドは、やっぱ体が回復する。超元気になる。やばいよね。もうコーラなんて、もうほんと染みまくりんじゃないかっていう、体に。やばい。あー、マクドナルド美味しかったな。ちょっと芝居臭いけど、ごちそうさまでした。美味しかったね、マックね。腹いっぱいになりましたけども。さあ、本題です。開けてみたいと思いますけども、恒例の一番最初に、あげたい、はい、何も言ってない、まだあげたいやつは、誰だ、はい、イラちゃん、早かった、そう、早かったの、本当に。はい、じゃあ二人は、ちょっとじゃんけんしてみようか。イラちゃん、それですか、いやー、何かな、ドキドキ。ねえ、でかいね。なんかね、でも全体的にね、袋が大きいのよ。あー、なにそれ、あ、おまじめだ。あ、見えせ、かわいいシールと、ちょうちんだ、やば。ちょっとシール貼ってみようぜ。いいよ。今回のポケモンコラボは、夏祭りがこうで、テーマでコラボなんですね。まあ、夜がお祭りは多いから、やっぱね、明かりをね、ぼんぼりをね、つけてね。かき氷とかありそうじゃない。やだー。はい、じゃあまず1個目当たったのはポケットモンスター、ポケモン夏祭り、かわいい。これね、光るモンスターボール提灯だって、やば、光るだって。まず1、ボタンを押すと提灯が開くよ、指などを挟まないように注意してね。2、光を当ててから暗いところに持っていくと提灯の白い部分が輝き光るよ。提灯はバッグなどにぶら下げることもできるようだって。やばい。さあ、できた？じゃあ、ちょっと、消してみよう。ちょっと、消してみよう。あ、ライトね。ライト、開ける？じゃあ、ちょっと、押してみて。じゃあ、ちょっと光をね、置いとくってことなんで、ちょっと後で、ちょっと光らしてみようかな。最初、今、ちょっと光を止めてみよう。はい、じゃあ、2番目。ジョージさん、どれかな？どれがいいの？あら、なんか、でかいのを選んだ。さあ、何が出るかな。おー、なになにそれ、あー、輪投げだ。うわ、いいな。やっぱ楽しい。え、どっちにするの、裏表は。あ、ちょっと見して。あ、なにこれ、ピカチュウが書いてあって、20点、30点、100点と、あ、穴がね、点数書いてあるのね。はい、じゃあもう一個は後ろ見して。後ろがこの花の。花火、いやー、でもできればちょっと点数やりたいね。ちょっとじゃあ点数で。もう見て、ほら、
かわいい。ほんとだ。2個目はポケットモンスターポケモン夏祭りポケモン投げ縄ゲームということです。輪を投げて高得点を狙おう。得点の数字を倒して大きい人の勝ちだよ。だったよ。裏は捕まえたいポケモンを狙って投げよう。青い輪でクワックス、赤い輪でホゲータ、緑のニャオハを捕まえることができるかな、だそうです。裏を持って両方遊び要素があるって感じなんだね。クワックスじゃなくて、クワッス。クワッス。すいません。クワッス。じゃらららん。じゃらららん。よろしくです。うわ惜しい惜しい。だった。30点おめでとう。もういいや、ちょっと後で、じゃあ後でちょっとたっぷり遊びたい。だけども先に何があるか見たい。今のところ4種類のうち2種類来ました。かぶらなかったです。はい、あと2種類。やばいね、やばい。これでかぶったら終わる。おーおー、何それ。最高、かわいい。3つ目はポケットモンスターポケモン夏祭り、お祭りピカチュウ太鼓ということですね。太鼓を叩いて遊ぼう。遊び終わったらバチは太鼓の後ろにしまえるよということですね。まあ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 、はい、じゃあ次ラスト行きましょう、はいはいはい、よし、じゃんけんしてくれ。ここは最初はグーじゃんけんぽい、あいこしょいしょいしょい、最初はグッチョクッパイシュイシュイ。あ、はい、ミラちゃんお願いします。はい、いいの、せーの、やった、4種類。4つ目に出たのはポケモン夏祭りポケモンヨーヨー釣り。図のように釣り竿を組み立ててね、カップの水、カップに水を入れてヨーヨーを浮かべてね、そしたら釣り竿を使ってヨーヨーを釣ってね、ヨーヨーを落とさずに何個釣り上げることができるかな、だそうです。やばーい。簡単にどういう遊びするかちょっとやってみよう。イエーイ、俺は祭り始まるよ。トン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 、クロイクロイ、釣り行こうか、お投げ行こうか。はい、じゃあみんな遊んじゃおう。はい、じゃあ釣りからやってみようかな。さあ、ちょっとどういう感じなのか。じゃあお姉さん、はい、私ねホゲータ好きなんで、はい、ホゲータ釣り上げてもらっていいですか。わかりました。お、うまい。おお、やったね。イエーイ。じゃあジョージクワッスお願いします。おお、すごいすごい。あ、じゃあパクさん最後ニャッスル、ニャオハ、ニャオハ、二発目ですごいじゃん。ニャッスルってなんだっけ。ニャッスルはまあポートレットだった。ジェイはやんないね。なんじゃその直角だよ。はい、やったね。じゃあ次は点数稼ぎに行きましょう。はい、俺から。じゃあまず、じゃあ一人2個ずつあるから2個でまず100点を目指してちょっとやってみましょう。じゃあジョージ行きますよ。皆さん2個しかないので 2回だけ投げれますので、目指せ100点よ。ぞあー惜しい。あー、残念だった。30点、残念。はい、じゃあ次おはくさん。じゃあ目指せ。あ、おお、ね、ね、なしなし、こうやって。あ、ダメ、厳しい厳しい厳しい。お、あー、何やった。50点。さあちょっと ね、あの小学生大きいんでちょっとガンガン下がってもらっていいですか。多分、あ、はい。
ボーイ、はい、ボーイ、やばっ、素敵、やっぱプロがいたよ、ここにじゃあね、最後ね、あのライトがちょっとつかなかったんだよね。一旦電気を消しましょう。はい、はい、ちょっと消してきて。これね、お部屋の電気はすべて消しました。じゃあ次はこのね、ライト、このね、携帯用のライトも消しますんでね。はい、はい、じゃあどうぞ。で、押す、押した、光ってる、光ってる、光ってる、あ、どこどこ、ちょっとだけ光ってる。やだ、もうちょっとさ、残念、もうこの間のさ、マイクラと一緒でちょっと光が見えないかもしれない。薄いね、薄いね。ちょっとだけ光開けてみようか。ちょっと1分2分ぐらい当てて。あ、こうやって、あ、照明当ててみるか。うん、オッケー、消して。ちょっと待って。あと10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。じゃあ、消しますよ。ちょっと待って。私から消すわよ。はい。いきます。はい。あ、ついてる。あ、もう見えるかな。いやー、カメラじゃ見えねえんだな、これは。もうちょっと光が。あればいいのかなという。ちょっとつけまーす。じゃあ、今回のハッピーセットポケモンコラボ4つコンプリートできました。いやー、ちょっとね、夏はね、まだね、始まったばっかりだから、また第2弾もありますので、ちょっとぜひコンプリートして遊びたいと思いますし、ちょっとね、ぜひね、これを見てね、あの、ハッピーセット買って、お家の方と夏祭りしてほしいと思いますんで、ぜひ買ってほしいですね。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画を見てね。バイバーイ。わなぎ屋さんやってるよ。どうなんだろう、本当に。